のりです。ナースマンの大輝です。ある検証というかドッキリっていうのをねやっていきたいと思います。その名もめちゃめちゃ理不尽な理由で1日1人ずつ正義にブチ切れていったらどうなるのかあの人何考えてるかわからんみたいな謎な部分もあるし、そんな彼にめっちゃ理不尽な理由でもういきなり切れたらどうなっちゃうのかなっていうね。理由は何でもいいんでしょ。理由なんで理不尽じゃないとあかんってことね。もう理不尽ってな感じで、おいレッツブチギレ。正義お前プレステのさ、コントローラーのとこお前ここ砕いたべ。ん？お前ここのコントローラーのとこ砕いたべ、お前。ないよ。お前今日使ってたじゃん、これだって青のやつ。はぁ、俺これコントローラー使いたかったのに。お前でしょ、絶対これ使ってたの。使ってません。はい、お前です、絶対。はぁ、マジわけわかんねえよ。別に、お前昨日おい普通寝るな、普通に話聞けよ、マジで話聞けよ。っていいよ、じゃあよいしょ。タボから、じゃあタボからね、タボから行こう、タボから。じゃあ、行きます。はい、おい、少林サッカー夢見たことある人聞け話。おいお前汚いんだよ部屋マジで。散々掃除してこれな。お前くすんで何っすか。いやお前のもの多すぎ。いやここしかないじゃないですか。いや汚いじゃん、どうかさ助けてくださいよ。ふざけんな。いや本当にマジで思った一番物の恥ずかしいです。いやまず自分の日を認める。ここだけじゃないですか、兄貴。お前、しっかりしてみようか。なんだ、俺どんな怒って渾身の謝り方しようと。渾身だった。でも、謝り方だったら笑うでしょ、これ。絶対、ノリが怒るべきですよ、これ。いや、もうそんなに。いや、認めろよ。俺もいじってるやん。いや、ダメ。ねえ、本当に気持ち悪い。ねえ、もうやだ。気持ち悪い。やめてよ、本当に。どうしようですかね。いやいや、やめて。俺にも当たってるし、京平もかわいそうです。すまんすまん。かわいそうです。かわいそう。いい気分なわけない。ほんま嫌なんですよ。もう嫌だったんです。ほら、嫌だったんです。嘘じゃん。乗り気やん。いや、謝って。嫌な人謝ってって。いや、嫌な人謝って。嘘でしょ。早く嫌な人あんな子ら早く謝れって。あんま言うて。そんな怒られること。お前もしっかり言えや。どういうこと。どうしたどうしたんですか。友達おかしい、テンションおかしい。嫌な人あんな声出さないでしょ。改めて言わせてもらう。やめてって言ってた。やめてって。怖っ。寝られるとさ、ムカつくじゃん。寝ますよ、兄貴。まあ、寝んじゃねえよ、マジで。おいおい。そう、寝んじゃねえっつんだよ。で、何？寂しい、普通に。寂しくて怒れ。せっかくうめえラーメン一緒に行こうと思ったじゃん。うめえラーメン、じゃあ下行こうぜ。今食いてんだよ、起きろよ、早く、マジで。グーじゃねえ、グーじゃねえってね、ムカつくな。お前グーって。マジ、待って、まあ今日どうしたの。マジムカつくな、お前今日。いや、逆に今日どうした。よく考えれば、4日連続ぐらい誰かにキレられてるんです。最近のなんか、変わりつくの。どうしたの。ムカつくの、なんか。何も変わってやしねえぞ、俺は。マジで。俺が悪かった。がっかりした。がっかりした、お前。俺が悪かった。おやすみなさい。正義。ちょっとうるさい。口臭いっていうのやめてくんねえかな。臭いじゃん。全然臭くねえ。朝だけだよ、臭え。嫌でしょ、臭いって言われたら。臭いけど、じゃあ我慢していくわ。臭くねえし、そもそも。
臭いのよ。臭くねえよ。笑うなお前。あともう一個あるぞ。まだ冷房切れ。何度に設定してんだよ。16度です。頭おかしいんか。寒すぎだろ。一生なんだよ。寝るときは冷房切るかタイマー設定しろっつうの。お前うるせえ。え、お前だってお前出かけるとき自分でつけっぱにしてんじゃん。ああ普通にもう全然つけっぱでもう全員全然出切らないじゃん。まあ確かにな。確かにじゃないでしょ。自分ができてないことを人に言うのはおかしいだろ。さっきの口癖だけどおめえが癖のが悪いんじゃん。ガム食わないからじゃない、まあ、歯磨きもあんましないけどね君。そうだね。臭いって言われたからなら努力をせえよ。いやでも冷房つけっぱは良くないと思う。だからもう言い訳すんなよ。なんなんなんか毎日毎日なんか俺理不尽に怒られて。何これ。知らねえよそんな。いやもう歯磨きしろよ。それが嫌ならガム食う。どっちか。以上。じゃあな。そんな感じ。いやだから歯磨きなんかしたくて言ってんだろ。しばくぞお前。おい、いい加減にしろ。おい、意味わかんねえねえで切れてんじゃねえ。おめえが悪いんだ。はい、ということで集まってもらいました。もうね、俺にはお見通しなんだよ。お前なんか毎日俺に日替わりでドッキリしてんだな。なんか日替わりで切れてます。何を言ってるんですか。もうやってるやん。もうこれは毎日多分違うやつが俺に理不尽に切れてるんだよ。おもしかして一言一句間違えてなかった。いやそんなのそんな正解者に拍手。なるほどね。ダメなんだもうバレるんだ。切れる内容がもうねもうずるいんで意味わかんない。意味わかんなかったもん。確かに意味わかんない。確かに。ということで多分順番的に今日ザーボーでしょ。まあラストザーボーでしょ。でしょ。だから多分今日切れてくるから逆に俺がもうバチ切れする。バカテンパる。あいつこれやばい。理不尽に切れるだけのはずなのに普通に切れられる。切れられる。これはやばい。それをちょっと今日はもうねここでしっかりしていこうと思います。素晴らしい。ブチギレのさ企画やったじゃん。今やったのよ。明らかに理不尽すぎてめっちゃ正義切れちゃった。ちなみに何で切れたの。冷房かけすぎだっていうのとブチ臭いっていうのやめろって。ちょっと俺が理不尽すぎちゃったわ。本当は謝ってドッキリでーす。はいドッキリでーす。はいドッキリでーす。はいドッキリでーす。あれ？どういうことだ。ちょっと誰の企画か知らないけど。あ、途中で気づいた。そうそう。ああ。ちょうど昨日ぐらい気づいたから。ああ。次順番的なのラストターボーだなって思って。おおおおお。理不尽に来たところをうち帰り討ちにしようかな。うち帰り討ち。新しい言葉出てきました。ああ。マジか。ええ。合わせてる。うん。来た時の顔すごい。すごかったよね。いや面白かったね。怒らないもんだって理不尽に言われたところで。なんでってなるだっけ。そうなんでって。いや笑うだけ。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。めっちゃバッキバキ言ってるよね。何が武器からドア、うん、ね、確かにどんどん言ってる。映ってないのこれドア。おいおおめっちゃ動いてめっちゃ動いて。最近マジで多くね。なんで。うわ、叩いてん。叩いてんっていうか、爪でそんなんじゃってんの。今絶対入ってるでしょ。それでは、次の動画でお会いしましょう。